られていくっていうことをちょっとずつですよ、方向転換はね、みんなね、神様にね、バッて変われるんですよ。方向転換、ヤクザだった私が神様に180度変わることができるんです。それは瞬間的な恵み、憐れみ、救いでしょ。でも向いて神様のもとに手が咲いていくっていうことは非常に難しい、非常に難しいけれども、非常に大変だけれども、恵みがいっぱい、戦いがいっぱい、その戦いの中に喜びがあって、肉のその思いよりも神様に従った時の喜び、祝福っていうものが私は早くなるんだ。本当の意味での依存になる。迷子につなげたね。ね、いいですか、あのね、この時計は、まあ、安物だけど、例えばロレックスだとしよう。ロレックスが壊れたら、ロレックスに出さなきゃ直んないんですよ。グッチが壊れたら、グッチに直さなきゃいけないでしょ。人は作られた神のところに行かないと直らないんですよね。だから私はキリストイエスでないと依存問題、また刑務所に行く人たちっていうのは、刑務所に行く人たちっていうのは非常に依存的ですよ。ヤクザも依存的ですよ。ヤクザの僕のね、まだ友達いっぱいいます。刑務所やってる人間はみんなね、あのね、隠せたらやめてます。だから付き合いに行く。で僕は、ね、こういうことで、いや、ちょっと付き合ってね、変なやつとかね、こういうことで、やめろ、じゃあ、お前、どこに、お前、救いを、じゃあ、伝えなきゃいけないんだよ。いいんじゃないか、その人は死ぬときに、言えたら、まず、俺が悪かったって言ったら、暗唱したってことですよ。でも、その人たち、ヤクザやって、ある意味では僕は尊敬したいんだ。イエス様なしで、依存から得したわけじゃない。ヤクザで出世したいとか、もうすごい、なんていうか、一緒にすれば、もっと、僕は無理ですよ。誰ともなしで、その問題、自分で解決するのはいいのか。誰ともそうですよ、ハイアーパワーって、第二段階に習うのは、自分の力ではどうにもならないから、そのハイアーパワー、見えない力に頼る。そこが規律じゃないですか。だから誰ともしか、自分が来るんですよ。3人の人に来て、